中堅大学をご利用の皆さん、こんにちは。いよいよ担当の担任埼玉県政府でお世話になります。私、伊藤学部でございます。私、前回の選挙以来、県内各地の路上や現場を立ち歩いてまいりました。子どもの教育費のことを考えると、いろんでいないと、こんなプレッシャーをかける政治家であったと思うと話してくれたお父さん。親の介護のために仕事を辞めた。収入も途絶え、あさっさえ見えないという男性の方、消費税まで上げられたら、もうやっていけない、庶民の苦労がわからない人ばかりが大臣をやってるんではないかと怒るので、どこでも暮らしの悲鳴を聞いてきました。一方で、非常に鉄道に人生の安倍政治、障害者雇用の雇用さえも国の省庁自らが水増しをしていた。何なんですか、これは。この政権に憲法にまで手を尽くさせて、海外で戦争する国にさせるわけにいかない。もう変えましょうよ、今年の選挙で。議席を逃すわけには絶対にいかない。野党共闘の結束の力として、日本共産党の私、伊藤学を勝ち抜かせてください。県議会議員選挙では金子正恵さん、市議会議員選挙では山田大輔さんを議会に送り出してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。消費税 10% 増税は暮らしも営業も壊します。生徒も親で商品券とか、やれポイント還元とか対策を打ち出しましたが、そんなにばらまくなら増税を中止したらいいじゃないですか。そもそも税金の集め方の歪みはただせば、消費税を上げる必要はありません。日産のゴーン会長が巨額の税金逃れで逮捕されてますが、あの方のように年収が1億円を超える方が1億円を超えた途端に納める税金がどん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 負けてもらえる。おかしいでしょ。日産のような巨大企業になりますと、利益のわずか 5% 程度の法人税しか納めない。越谷市内で頑張る中小企業の皆さんは、皆利益の 19% 程度の法人税を納めてますよ。そのわずか4分の1の税の差しか体力のある大企業がしてないです。これまたおかしな話じゃありませんか。この2つの歪みを正すだけで、消費税 10% 増税で見込まれる増収分5兆円の財源を生み出すことができるんです。消費税 10% 増税はきっぱり中止して、増税するなら大金持ちの大企業から、どうかご一緒に声を上げてください。よろしくお願いいたします。税金の使い方の高さをチェンジしていきましょうよ。防衛大綱では護衛艦の空母に変えて、その空母に F-35 という超攻撃型の戦闘機をなんと105機も爆買いして配備することを決めました。これ専守防衛の枠を完全に外れまして、なんと1兆7000億円もの税金がここに消えてしまうんです。1兆7000億円あったら、不足している特別養護老人ホームならば1000
1100カ所、足りてない保育園ならば5500カ所作ることができますよ。政党助成金ももうやめましょうよ。毎年毎年320億円、ぬくぬくと政党が助成金を受け取って、一方で企業献金も学校に出てる、こんな政党ばかりが増えてしまったから、国民の痛みがわからない政治ばかりが横行するんではありませんか。政治の無駄をカットして、国民の暮らしに税金を。日本企業担当の私伊藤岳は、まず世界一高い大学の学費を急いで各国に下げます。借りた奨学金の返済が終わるのが50歳までかかる、こんな異常事態を脱しましょう。私伊藤岳は、介護をしようとする方誰もが必要な介護を受けられる介護保険制度のあるべき姿を取り戻します。40歳になったら保険料を納め、いざ介護が必要になったら、あなたは介護は受けられません。これじゃ皆さん詐欺保険じゃありませんか。私は特別養護老人ホームを緊急増設など進めてまいります。そして私伊藤岳は、所得を増やし税収も増やす安心の国づくりを実行いたします。政治家員が当たり前のルールを取り戻して、最低賃金を1500円に引き上げて、もちろん中小企業には賃上げにつながる助成金を出します。企業庁担当の私伊藤岳は、今年も全力で引き続き決意でございます。誰もがまともに暮らせる社会へ、どうかご一緒に力を合わせてください。重ねてご支援お願い申し上げまして、この場所からのお伝えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまのお話は、日本共産党埼玉県総務省党学でした。今年は選挙の年です。4月には一斉地方選挙、前半の県議会では1年を目指します。現職の金子正恵県議、後半の市議会では私地元の山田大輔、そして4月の参議院選挙では伊藤岳。皆さんの願いの声を県政国政を届けます。ぜひ皆様の引き続きのご支援ご協力重ねてお願いします。中本さん、ああ、お聞きしました。どうも今日はマクさんから来てきました。ああ、そうですか。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。すみません。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張ってください。